はい、ということでね、中部国際空港に、ね、着いたわけなんですけれども、今からですね、日本縦断の旅をするわけなんですけれども、そのスタート地点でありますね、鹿児島県の、枕崎駅までね、向かうために、空港に来たわけなんですけど、まずね、ここからはジェットスターに乗って、で、あの鹿児島空港までとりあえず行きます。さあ、今からですね、国内線の出発ね、ロビーに行きたいと思います。お化粧室を含め、陶器は全面禁煙でございます。フライト中にご用の際はいつでもお気軽にお申し付けください。テレビ差し込んでお締めください。レバーを持ち上げると外れます。背もたれおよびテーブルを元の位置にお戻しください。
また窓の日よけを安全に抜けてください。アームレスト取り組みが受けまして、機長によりシートベルト着用サインが点灯されました。今一度シートベルトをご確認ください。皆様、東京はただいま鹿児島空港に着陸いたしました。皆様の安全のため、機長がシートベルト着用サインを消しますまでは、シートベルトを締めの上、今しばらくお待ちください。通常のロッカーをお開けになる際、中の荷物が滑り出てくることもございますので、十分にご注意ください。本日もジェットスターをご利用いただきまして誠にありがとうございました。また機内にて皆様にお目にかかれますことを心よりお待ち申し上げております。それではこの先もどうぞ気をつけていってらっしゃいませ。はい、ということでね、鹿児島空港に無事着きましたけれどもね、ちょっと着陸の時にね耳つんが来たんですけどもね、前千歳空港来た時は耳つんなかったんですけどね、僕の体調があんまり優れてないからなんですかね、ちょっとよくわかんないんですけど、飛行機のことはね。はい、ということでこれからですね、枕崎の方までバスで向かいたいと思いますけれども、その前にですね、ちょっと夜ご飯をここでね食べてから行こうと思います。ちょっとバスの乗車券だけ先に買っておきましょうかね。後でね、ドタバタしてもねしょうがないんで、切符だけ買っとこうかな。ここですね、なんかね切符買ったんですけど、なんかあれですね、電車の切符みたいなサイズですね、これね。1250円もね枕崎までするみたいですけど、多分これ鉄道とかでタクシーとか行ったらもっとするんで、まあ安い方なのかなと思います。じゃあここの大空食堂っていうとこでご飯にしましょうかね。やばい、なんか京阪バイキング580円ですね。ちょっと気になりますね。はい、ということでね、今からこの枕崎行きのね、バスに乗ろうと思います。多分ね1時間半から2時間ぐらい乗ると思いますけどね、これに乗って行きたいと思います。運賃がね2200円なので、まあそれなりのね所要時間はかかりますけどね。じゃあ乗ります。ご乗車ありがとうございます。このバスは加世田枕崎行きです。これより九州自動車道を走行いたしますので、シートベルトをお締めください。走行中は危険ですので、お席を立たないようにお願いいたします。